ラブライブサンシャイン、渡辺陽、ワンダーエッグプライオリティ、河合理香などのアニメ作品に出演し、ソロとして音楽活動も展開する声優斉藤朱夏のセカンド写真集が2022年2月14日月曜日に発売。どんな私も好きでいたよテーマに、昔から魅力的な笑顔や飾らない自然体の姿、さまざまな経験を積んだことで成長し、少し大人な雰囲気の佇まいや表情、25歳になった斉藤朱夏の今の魅力を存分に感じられるオール撮り下ろしの一冊になっている。本日そのセカンド写真集から先行カットが公開された。部屋の中で美しい背中を見せる姿、ラフなルームウェアとキュートな笑顔が印象的なカット、そして爽やかな水着のカットなどが掲載されている